はい、一回しましょう。耳、あ、ごめんなさい。耳から取れるの、くみ取り。うわ、すげえ。でかい、でかい。多分ね、あいのはさ、私がでかくしたからなんで。そっか。あ、シュウケイ、そっちで。あ、これでいい？うん、大丈夫。あ、マックスがそこのあれだから。あ、耳薬ラジオは。これぐらいがいい。お腹空いた。確かにちょうどいいかじゃ、大丈夫っすね。お腹空いた。顔はのぼせるのに足は冷えてる。肩こり、頭痛、下半身。むくみ取り耳ぐすいラジオ、ぐすラジ。いらっしゃいませ、こんにちは。耳ぐすいラジオは店長の玉順こと玉城順と看板娘のあずあずこと能見あずさの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする情報番組です。今日は玉順がお休みで、こちらのお二人と一緒です。どうぞ。はい、はい、専属国のシューピーです。よろしくお願いします。そして気まぐれバリスタ愛でお送りします。さあ今日はこの3人で、3人でやるの久しぶりですね。はい、お久しぶりです。はい、収録もぜひ皆さん楽しんでお過ごしください。はい、この番組は泉崎ファミリー歯科、チュンチュン堂ウィズヤブサチ、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルアミアスターズの提供でお送りしています。さあ今日のグスラジは収録放送でお送りしておりますけれども、アイ、はい、グスラジの紹介をお願いします。あ、はい、グスラジはですね、体のむくみ、心のむくみもスッキリしてもらおうという健康情報番組となっております。はい、はい、むくみっていろいろあるんですけど、はい、健康の象徴ですよね。で、あなたの心も体もむくんでませんかということで、グスラジは心と体のプロのメインパーソナリティ2人がここ沖縄から健康に関するさまざまな話題と、時にはゲストを交えて健康についてお話しします。はい、ということでですね、私あずあずの紹介もさせていただきたいと思います。普段はですね、沖縄県の那覇市メカルにサロンを構えておりまして、温活アロマ、体を温める温活とアロマテラピーを使って施術トリートメントをしたりですとか、講座を開いたりカウンセリングをしております。そしてシューピーは、はい、シューピーですけども、病院で理学療法士という仕事をしております。リハビリの仕事ですね。と、まあ、主に、通院で通われている患者様を担当させてもらいながら、沖縄県内に理学療士いっぱいいるんですけども、そちらの、まあ、同じ仕事をしている人たちへの、教育っていうところでサポートさせてもらったり、あとはまだ、沖縄に学校がありますので、そちらの卒前教育っていうところでのサポートもやっております。はい、そしてはい、愛は通常ですね、柔道整復師として骨折、捻挫、脱臼、打撲などお怪我を見させていただいている仕事をしています。この3人で体のプロで、はい、プロでお送りします。お送りしたいこの3人揃ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、グスラジではですね、スポンサーも募集しております。毎週月曜日に CM を流したりですとか、 SNS などで紹介などをさせていただきます。グスラジがあなたの会社を応援します。ということで、各週でですね、スポンサー様のチュンチュン堂ウィズヤブサチ様からセンベロのチケットプレゼントとかもありますので、ぜひ、はい、聞いてご応募いただきたいと思います。はい、さあこの後はメニューの発表です。沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。
健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨模型当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。脳卒中肩麻痺専門サロンティーグスイ、サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして、幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。 Your Radio Station。FM Naha。耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、ぐすラジ。さあ今日はアズアズと、はい、専属コックシューピーと気まぐれバリスタアイでお送りします。さあ今日の、メニューの発表いきましょう。今日のメニューは、今日のメニューはアロマって何です。よろしくお願いします。はい、アズさんの本職ですね、はい。なんでこのテーマにしたの一応私がねサロンを持ってて、はい、アロマとかをお仕事にしてるので、はい、アロマテラピーって何っていう、アロマって何なのかっていうのを、うんうん、結構流行ってるじゃないですか、はい、でなんかあちこち雑貨屋さんで買えたりとかすごく身近なんですけど、うん、なんかそれって何なのかとか、うん、その安全な使い方とか、はい、どんな風に生活に役立つのかなっていうのをやっぱまだまだ知らない方がね、うん、多いなっていう印象で、安全にアロマを使ってもらいたいなっていうのも含めて、はい、なんか今日は2人からなんかアロマについて分かんないこととか、はい、あの俗に言うこんな風に言われてるけどそれって本当なのとかね、うんうん、ね、そういうのに答えられる範囲で、今日はもうアザーズ先生ということで、はい、よろしくお願いします、ね、アザーズ先生に何でも聞いちゃうということ で、 まあでもアロマってね、いろいろとあの考え方とか、うん、やってる人によっていろいろあるので、はい、まあ、あくまで私はこう思うっていう視点で聞いていただきたいなと、うん、はい、思います。まあ、あの私自身はあのアロマをやり始めたきっかけっていうのが、子供が今5歳と3歳がいるんですけど、はい、うん、あのなんかねベビーマッサージに子供がちっちゃい頃通い始めて、うん、そこでなんかユーカリを入れると風邪をひきにくくなるとか、おお、なんかそんなことを聞いて、うんうん、何それって思ったのがきっかけなんですよ、はいはい、そうそうそう。であのそのベビーマッサージをするのにオイルを使うじゃないですか、はい、使うんですけど、それもなんかこうよ俗に言うベビーオイル、うんうん、あれは鉱物系だから皮膚に浸透しないんだよとか、はいはい、だから植物オイルを使った方がいいよとか、そんなことを聞いて何それっていうのから始まってるんですよ。でいろいろなんか本探したりとか、はいはい、ネットとかを探すとなんかそのアロマとか俗に言う精油って言ったりするんですけど、うんはい、それが健康管理に使えるっていうのをまず知って、はいはい、なんかなんじゃそりゃから始まったんですよ、なるほど。もう 今ですでに今ね、そう私たちもなんじゃそりゃですよね、まあ、動物とか植物がよく分からなくてそもそも入ってこなくて、でしょ、なんかなんだそれみたいな感じ、うん、そもそも何なんだろうっていう感じ。そう、まあ大元にあるのが、はい、そのアロマっていろんなものがあるんだけど、うん、体とか心のケアに、うん、あの知識があると使えますよ、体調管理があると使えるよっていうのがあるんですけど、そもそもじゃあアロマって何だと思いますか。アロマ、アロマ、アロマとはなんか私のイメージは、うん、あのこう香りを炊くためにあるエキスみたいな形でイメージがあります。あれってあシューピーは、いや自分もアロマってもう匂いがイメージまつすぐつくっていうか、だからなんか匂いで何か
はなんていうの反応体になんかいい影響を与えてくれる反応があるのかなっていうっていうざっくりした感じですね、はいはいはい、イメージ。じゃああの液体って何でできてると思いますか。おお液体そうあのアロマって、はい、あれエッセンシャルオイルとか精油とか言ったりする、うんうんうん、よく聞きますね、うんうん、液体が中に入ってる、はい、それを雑貨屋さんとかに行くと売ってるんですけど、うん、その見たことありますか。のアロマ瓶だけ瓶そう瓶入ってる瓶液体入ってるでしょ、うん、なんか入ってますね。そうそうあれを俗になんかアロマとか精油とかって言ったりするんだけど、うんうんはいはい、あの液体って何なんだと思った何なんだとか思いません。何あの液なんであんなに匂いするんですね。そう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 なんで匂いするんだろうと思いました。これあれ何でしょう。油おおっていうから油ですかね。油ってでも何の油ね。油もねいっぱいありますもんね。確かにそうそうそうやって言われると疑問でしょ、うん、疑問です。で、あれってじゃああの中に入ってる液体って何かっていうと、はいはい、あれ植物の香りの分子が集まってるものがあれなんです、香りの分子が何ですか。油になるんですか。え、まあ、油ではないんですけど。油ではない。そう油じゃない。油ではないんですけど、まあ、あの植物例えば、ショートケーキとか食べた時にミントついてますよね、うんうん、ついてます。でミントってこうやって触ったら匂いつきます、うんうん、であれってそのミントの香りの成分が指について香りがするんですけど、うんはいはい、ああいう芳香植物っていう香りの香りがする成分だけあの蒸留法って水蒸気蒸留法とかで蒸気とかで香りだけ取り除いて集めたものがあのちっちゃい瓶の中に入ってる。へー、まあ、抽出する方法はいろいろあるんですけど、はいはい、だから香りの成分だけをいっぱい集めて、うんうんあの瓶の中に入れちゃった。そう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 。だからあんなにすごい香りがするんですよ。そうなんですね。そう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 。全然なんか何って言われたら、うん、え何だろうって思いました本当に。ねえ。へえ。え、そっか匂い。え、でも匂い詰めてるだけなんですよね。うんうん。それが何ですかね。でも液体なんですよね。液体です。液体なんですよね。うんうん、液体。え、水がなんか含まれてるんですよ。水の中になんか染み込んでる。なんて言ったらですかね。あれは、ま、油って言ったら油なんだけど、あの水蒸気とかでその香りの分子だけをこう取り除いて、こっちのね取り方なんだけど、水蒸気でその香りの成分を一緒に抽出すると、うんうん、下に水が溜まってその油って浮くでしょ、はいはい、そうあでこの上にその香りの成分だけ水と分離してちゃんと浮いてくるの。おあ、そういうことだね。そうで、そこの上の部分だけを取ってるんだけど、取ったものを、そうそうそう、だからまあアロマって水とは混ざらない、うんうん、はい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 、そうだからで原液だからさ香りの成分の、はいはい、だから本当は原液でつけたりとかしちゃいけなかったりとかするんです。そうこれを、うんうん、あずさんどう使うんですか。あの瓶を、うん、正直私正しい使い方っていうのが分からなくて、うんうんうん、なんかあのやっちゃいけないことが決まってるから、はいはい、やっちゃいけないことから先に言いますね、うんうん、使い方はめっちゃいろいろある。あ、そうなんですね。もういろんな使い方ができるから、このバリエーションとか使い方が広がれば広がるほど、うんうん、本当に生活の、うん、質とか豊かさが変わると思うぐらいいろんな使い方がある。あ、すごい。ちなみに私の使い方ではその、うんうんま、好きな香りを嗅ぐだけでもいいんですよ。はいはい、いいんだけど、例えば子どもの風邪予防に使ったりとか、うんうん、あとは頭が痛い時に塗ったりとか、うん、あとは消臭スプレーにしたり、 お掃除のスプレー、お掃除の時に使ったり、へー、うん、あとは石鹸作ったり。じゃあもうなんか日常的にアロマみたいな感じですね。もう何でも使えちゃう、何でも作れるみたいな。プラス香りを使ってね、体調管理に使うこともあれば、生活の中に使ってるものをアロマを加えてなんか使ったりする、作ったりすることもあるし、うん、だけど、まあ、初めにね、いろんな使い方があるんだけど、うん、基本的にはやっちゃいけないことからお話を今日はしようと思うんですけど、お願いします、はい、あの液体ありますね、はい、あれいろんなところに売ってるんですよ。売ってる。買ったことありますか。ありますあります。それこそ雑貨屋さんで、うん、まあそうですね、うん、雑貨屋さんにあるイメージがありますけども、アロマっていう。そう、雑貨屋さんで買ったものを使ったことありますか。あります。それこそそれこそあの匂いを炊くお香的なもので入れる、入れて
使いました、うん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 、それ全然 OK、うん、でやっちゃいけないことっていうのは香りを嗅ぐのはいいんだけど直接なんか原液を例えば香水代わりにとか塗ったりとか はいはい、あとはなんか中にはこう塗っていいよっていう品質のいいアロマももちろんあるんですけど、うんうん、基本的にはその原液塗布っていうのはしちゃダメ。なんかついついこういい匂いかなって言ってねに嗅ぎそうですけどね、あの皮膚刺激があるものがね成分によってあるんです。あそうで、まあ、みんながみんなそうじゃないではないもちろん、うん、なんですけどその成分って何が入ってるか分かんないじゃないですか。分かんないですね。でいろんな香りがするっていうのはいろんな香りの分子が入ってるからいろんな香りがするんです。そのこの組み合わせによって、はいはいはい、でいろんな成分が入ってていろんな香りがあるんだけどその中には皮膚刺激があって荒れたりするものもあるし、はいはい、いろんなものがあるんですけどなんか知識がなかったらそれ分かんないじゃないですか。分かんないです。成分分析表っていうのがついてたりするのもあるんですけど、うんうん、成分を見れなかったらどれが皮膚に刺激があって塗っていいのか悪いのか分からないので、うん、まず塗らないこと、うんうん、あとはその雑貨屋さんに売ってるものは何の品質かわからないでしょ。何入ってるかわかんないでしょ、うん、でこれあのどこでも法律的に縛りがないので、はいはい、どんなクオリティのものでも何でも雑貨屋さんでも売っていいんですよ。おピンからキリまであるけど、アロマの中にも品質があるってことですね。品質はもうピンキリで、ピンキリなのでよくわからない質のものを肌に塗るっていうことは体に吸収されたらそれがいいものだと思ってたけど、うん、逆効果になったりすることもあるから、うんうんうん、基本的に知識がないんだったらお肌には塗らない、塗らない香水と同じような感覚で塗ったりするのは良くない、うんうんまずうん、そうそうそう。なのでじゃあ何選んだらいいのっていうと、うん、まずそもそも100均とかにも売ってるの知ってます？売ってます。今すごい種類もあって豊富ですよね。そうなんですか。100均売ってます、売ってます、裏を見てください。裏アロマオイルって品質あの品名に書かれてるの、はいはい、アロマオイルはあれはちゃんとしたエッセンシャルオイルじゃない、はい、あ、逆にですか。俗に言うアロマオイル、アロマオイルって言うけどあれは精油じゃありません。ちゃんと精油とかエッセンシャルオイルって書いてあったり、はで100均に行って見てみてほしいんですけど、はい、本物の、本物って言ってもピンキリありますよ、うんうん、あるきんちんとした、アロマ、エッセンシャルオイルとか精油のものは必ず遮光瓶っていう茶色とか青とか緑とか光が入らないように瓶に入ってるんです、はいはい、なので例えばなんかこれいい香りだなと思ったり、はい、アロマだと思って手に取った瓶、今持ってるものがもし透明の瓶に入ってるんだったらそれは人工香料です。人工香料、人工的に作られた化学成分、化学成分、まあアロマも化学的なものではあるんですけど、はい、そうなの、あの、だから透明な元に入ってるものは要は偽物だと思ってください。アロマじゃない、アロマじゃない。アロマオイルって書いてあるのはあれは人工的に作ったもの、そう、へえ、ちゃんとした使いたいのは精油か、エッセンシャルオイル、まあ書かれてあればいいっていうわけではないんですけど、遮光瓶に入ってないものはもうまず合うと。遮光瓶に入ってるのがもうちゃんとしたやつ、これ最低限、最低限、絶対見てみてください。すごい、今なんかすごい身近に手に入るじゃないですか。でまたアロマっていう名前が独り立ちというか、一人歩きしてるから、なんかすごいアロマも身近に感じるけど、実はこれがアロマとして正しい使い方じゃないっていう可能性がすごい高いってことですよね、うん、みんな。そうです。へえ。だからもし今持ってる人がいるんだったら、うんうん、ちゃんと色のついた瓶に入ってるかは確認した方がいい。はあ。そう。アロマっていいイメージあるからなんかすぐ惹かれそうなんですけどね。そうね。だから選び方を知らないと、なんか実はこれが頭痛の原因だったとか。うんうん。逆にそういう風になることもあるんですか。うん、ありますあります。なんか今日はいい匂いだと思って私使ってたら、ある日突然その匂いがなんかすごく嫌になっちゃったんですよ。なんかそういうのも関係あるんですか、体調とかで匂いが変わるっていうのは。で、あの自分の嗅覚の感覚ってすごく大事で、あの嗅覚って、まあ、これちょっと脳の仕組みの話になるんですけど、あの五感ってあるじゃないですか、はいはいはい、視覚とか聴覚とか、嗅覚、味覚で、嗅覚って鼻って五感の中で特殊な器官って言われてて、うん、あの大脳辺縁系っていうものと大脳心室っていう脳って2種類あって、はいはい、で基本的には考える、まあ、私結構考える脳と、うん、あの感じる脳って言ったりするんですけど、はいはいはい、
頭で考える、今の人たちって頭で考えること多いじゃないですか、うんうん、多いですね。で考えるときに使う脳みそと、うん、あとは、感じる脳って言って本能とか直感とか、うん、快不快とかを感じる本能的な脳みそがあるんです、うんうん、で嗅覚は唯一その本能とか直感とか快不快を判断する脳にダイレクトに電気信号が届くのが唯一嗅覚って言われてるんですよ。でなんか人間も動物もそうですけど、あの腐ってるか腐ってないかって、うん、見た目よりも匂い嗅ぐじゃないですか。そうです、ね、嗅いじゃいますね。嗅ぎますね。しかも自然と嗅いじゃいますよね、匂いから。そう今日大丈夫かな、これいいかな。そうそうそう、あれ本能的にすごく大事なことで、でなんか人間ってこの自分の嗅覚で自分に必要なものかそうじゃないのかって本能的にきちんと選べる仕組みを持ってる。だから匂いの好き嫌いって変わって当たり前で、当たり前なんですね。当たり前です、当たり前です。そうそう、で私あの結構カウンセリングとかトリートメントをするときにも、うんうん、毎回毎回40種類ぐらいあるその精油からお客さんの嗅覚とか直感で全部選んでもらうんですけど、まずもう精油が40種類あるっていうのがすごいですよね。そこからすごいめっちゃありますよ、何百種類ね。今アザーズが本を持ってるんですけど、そうそうそう、いろいろねこう本を持ってるんですけど、へー、すごい。その芳香植物っていう香りのその香りが精油が取れる植物とかってもう山ほどあって、うんうん、そう同じラベンダーでもいろんな種類があったり、は植物の数ほど、あ同じラベンダーでもまたラベンダーの中に種類があるんですか。あります。へー、だからうちラベンダーだけでも3種類置いてるし、すごい。そうだからあの香りをね隠して選んでもらうんですけど、はいはい、毎回あのそのお客さんが選ぶ香りは変わります。あ、一緒じゃないんですね。全然一緒。私は鼻がおかしいのかなと思ってました。全然。でもその中ね、何を選んだらいいですかってよく聞かれるんですけど、うんうん、自分の体が心地よく感じるものを選んでください。それはなんでかっていうと、人間って、まあ、人間も動物なので、うんうん、その嗅覚、本能とか直感で、うん、自分に体の体に必要なものって本当はわかるんですね。うんうん、で、あの自分の顔の嗅覚がいい香りに感じるものって体が必要だからいい香りに感じる。なるほど、その時必要なものをやっぱりすごいですね、うん、体って本能的に。へー、でなんか嫌だなとかって遠ざけたいなとかっていう香りはそれはそれでやっぱり意味があるし、うんうん、だからね嗅覚面白いよね。本人が隠してても選ぶ香りによって、あこの人なんで元気ですとか、はいはい、すごい元気そうに装ってるのになんでこの香り選ぶんだろうなとかって思うと、もうアズアズのとこ行ったら、うん、やっぱ傾向がね、いろいろあるのでバレちゃいますね。やっぱり話を進めていくと実はとか、あ、うん、なんかこんな感じがする、うん、まあまあちょいちょいねカウンセリングしながら引き出していくと、うんうん、あなるほどっていうのが出てきたり、おもうシューピーすぐバレちゃいますよ。全然バレると思います。まあでも占いとかとなんかそういうのとはまた違うので、うんうん、なんか一つその人を知るきっかけになるっていうか、うんうん、面白いですよ。でもなんかすごいこう見られてる感じが当たると、うん、人ってなんかすごい、あ、出て嬉しいっていうのもありますよね、正直、うんうん、見てなんか分かってもらえる、うん、そのねツールとしてアロマがあればね、うんうんうん、自分でもね診断しながら、あ、自分の心理がって自分が分かると面白いですね、うん、で自分のことって意外に分かんなかったりするじゃないですか。全然分かんない。だからね気づいてない人も多いと思う。あ、自分のこと、自分が疲れてるとか、はいはい、そう、あの人ってさっき言った頭考えるのを、うん、どうしても頭で考えてコントロールしちゃうじゃないですか。しちゃいます、はい、でそっちが強すぎたりするとどうしても本当は疲れてるとか本当はなんか気になることがあったりとか、なんかショックなことがあったりとか、うん、あってもそれを自分で精神的に抑え込んじゃうとそれが当たり前になってる人とかは今の状態に気づいてなかったりする。でもなんかこうやっぱり必要な香りとかを見てると、あ、本当はすごく疲れてるんじゃないかなとか、すごい頑張ってテンション上げようとしてるけど、うん、本当はなんかこう落ち着きたいっていうかトーンダウンしてそういう香りを選んでたりすると、そんなに無理しなくていいんじゃないですかとかっていう話になったりすることもあるし、すごい、実は疲れてたっていうことに気づいたり、はいはいはい、そうやってアロマも使えちゃうんですね、ツールって。うん、そうそう、だからそれをアロマをそのトリートメントとかカウンセリングに取り入れてるっていうのもある、うんうん、なんか面白
面白いですね。アロマのイメージがちょっと変わって、ね、そうそうそう全然なんか私が思ってたアロマともう今違う世界に、うんね、行っちゃいましたね。まさか脳の話に入ってくんだって。やっぱ健康のプロがここにいますからね。そうですね、本当プロですね。だからなんかこう知るといろいろ精神的なメンタルケアから体のケアまでたくさんできることがある、うんうん、じゃあもっと安全に使っていきましょうっていうのでまずはその選ぶところからしっかりちゃんとしたもの、はいはいはい、ちゃんとしたものが難しいんだけど、そう、そうですね、そう今思いました。このちゃんとして聞いたけど、ねね、でさっき言ったように遮光瓶に入ってる色がついた瓶、うん、あれは最低限なんですけど、あとはきちんとね買うときに、裏面とか瓶をちゃんと見てほしいの。おというのは成分とかってことですか？成分までは載ってないんだけど、うんうん、例えばそこに書いてあるのラベンダーって書いてある、はいはい、でラベンダーの下に英語みたいなのでラベンデュラアングスティフォリアとかなんかね、おー書いてあったりするんですよ。なんか呪文みたいですね。それがあの学名あ、学名、そう学名って言って植物をあの世界共通で言ってるあの名前があるんですけど、要はそのラベンダーってなラベンダーにも種類があるじゃないですか。はいはいはい、って言ってましたね。そうそう、はいはい、例えばだけど能見あずさっていう人がいますよね、うんうん、同じ能見なんだけど能見あずさと私の弟もまあ同じ能見あず、能見、能見、何がいいかな、能見拓也だとしましょう、うんうんうん、能見あずさと能見拓也、うんうん、同じ能見だけど人違うじゃないですか。違いますね。植物もそれと一緒です。なるほど。そうだからラベンダーもさっき私3種類持ってますよって言いましたけど、うんうん、同じラベンダーでも植物の元が違えば成分も違うし効果も違うし、だからその学名っていうその英語みたいなのが書いてないものはそもそも買わないでください。はあ、なるほどなるほど。そう、いやそう学名か。え、これ分かるんです、見て分かるんです、学名見て分かる。これまあ今日はちょっと本しか持ってきてないけど、うんうん、そう、あの英語で書いてあります。うん、瓶をね、すごいアズアズのなんかすごいですね、マイブックが、うん、結構太いですよ。でもアロマの本、まあまあ、アロマの本なんですかこれ。そうですね、これはあのアロマの辞典、もっと大きい専門書みたいなのも成分が全部載ってるのもあったりするんですけど、ね、へー、あとはその学名とその英語のやつと何かなのか、うんうん、何か何か何かっていう、聞くかとかさ、あ聞くかみかんかとか、うん、何かなのか、それからどこの部分から取ってるのか、部分によってもまた違うんですか。そうそうそう、あのオレンジっていう精油あるじゃないですか。ありますあります、うん、オレンジってオレンジの木から実から取れてるものをオレンジスイートとかって言ったりして、うんうん、で花から取れてるものはネロリって言ったりするんです。へえ、それ同じ植物の違う部位から香りの成分を抽出して名前が違うんです。面白い、面白いでしょ。そう、そんな変わる。だからどこの部分から取ったものなのかっていうのもちゃんと書かれてあるはず、はいはいはい、本物なら。へえ、もちろん効果も全然違うってことか。効果もせ、うん、あの植物が違えば効果も違うし、うんうん、取れてる部位が違えば成分も違うし、違う、成分が違えば与える影響ももちろん違う。面白いし深いですね。深いの、意外にアロマって深い。深い、そう、私、まあ、長編の話をすると産地が変われば香りも変わる、うんうん、あすごい、そうめっちゃ深い。そう、ここ、そうそう、これドイツ製とかドイツ産とか、うんうんうん、そうそうそう、すごい。なのでね、面白いですよ、とっても。だからなんかラベンダーだから全部同じなわけじゃない。そう、はあ、まずもうラベンダーがね、種類があるってことを今日はシューピーと私は、ね、もうじゃあもうすごい、もうね、そこからでもすごい発見ですよ ね。それからしたら待ってください、あの産地が違えばって言ったのでうんうん、うん、日本のじゃあこのお花とじゃ外国のお花とかでもなんか違ったりするんですか。あ、もちろんもちろん違います。違う、香りが違う、うん、あ同じ植物だとしての種類だとしても違います。あ、そう違うんですね、はい、例えば、うん、じゃあシューピーが、まあ、シューピー今いるじゃないですか、はい、沖縄で育ちましたか。はい、沖縄です。ですよね、はい、じゃあもし例えばシューピーが、うん、内地で育ったとしたら、はい、今のシューピーになってると思いますか。なってないでしょうね。と同じです。はあ、なるほどね。土地が違えばその土地の栄養素も違うし、植物の育ち方も違うし、
ワインもそうでしょ、産地が同じワインなのに産地が違えば味違うでしょ、それと同じ。へえ、これもっと知ってほしい。アロマのこのね、もっとね、もう明日からもうついついね調べちゃうよぐらいのね。だから植物だからさ、なんかあの液体になっちゃってるから、もう目の前に来てこれはなんかなんかの液体だと思ってるけど、もともとは植物なので、そうか、そうなの、そうなの。だからとっても面白いの、知ると。へー、だからね、あのいろんな香りを嗅いでみるといいと思います、うんうん、そうで、そうやってちゃんと遮光瓶に入ってるかと、それからが、名前と学名が書いてあるか、うんうん、で何かなのか、最低限、うんうん、でどこの部位から取れてて、うんうん、あとどんな抽出方法なのか、うんうん、水蒸気蒸留法って言って蒸気を使って抽出してるものもあれば、はいはい、圧搾法って言って、まあ、柑橘系に多いんですけど、はい、みかんとかってこうやって皮を取ってピュッてやったらチュッて出るでしょ、出ます出ます出ます。あれも香りの成分の元なんですけど、あれをギューって絞って圧搾して香りの成分を抽出してるものもあるし、ほー、どんな形で抽出されたかっていうのもちゃんと書いてある。あ、本当はちゃんと書いてある、書いてある、はいはいはい、うん、へー、そう、ものを選んでください。すごい、もうすごい勉強になってます今。 それを最低限確認した上で、うんうん、自分でいろんな香りを嗅いで、嗅いでみて楽しむ、そうで、あの、いろんな香りを嗅いでると、うんうん、あ、これは自分にと好きだなとか、うん、嫌いだなとか、あとメーカーによってもいろんな香りが違うし、うん、でその中で自分が心地いいなって思う香りを選ぶと、うんうん、直感でいいんですよ。そうそう、直感でいい、うんうん、そうなんです。ちなみに直感って言うけど、はい、人って何秒で自分に必要な香りって選べると思いますか？直感、そう、直感って嗅いでどれぐらいで、あ、なんかこれ私いい香りとか。へー、これ何個か嗅いで、でも迷っていくからな。直感ってでも直感、その時いいって思ってもなんかすぐ持続しないっていうか、うんうんうん、なんか難しい、何分結構かかるイメージも。あー、なるほどなるほど。3秒。おー、3秒ぐらいかかりそう、かかりそう、3秒以上かかりそう。ディリン、なんと答えは 0.2 秒です。0.2 秒、そんな早いですか？そう、だから選べるはずなんですか、人って。直感、あの選べるって力を持ってる、ね、力を持ってる。あの匂いをね、嗅ぎ分けられない人ももちろんいますよ、それは理由があります、うんうん。これさっき言ったあの脳にダイレクトに入るっていう場所だから、うん、要は香りのその香りを嗅いだ時に脳に電気信号が届くまでにたった 0.2 秒しかかからない。へー、そんな早いですね。そうで、私あのカウンセリングするときは名前を見せないで嗅いでもらうんですよ、うんうんうん、それなんでかっていうと、本当は本能的なところとか直感的な部分にたった 0.2 秒で反応が届いて、その人って好きか嫌いか選べるのに、ラベンダー癒しだよね、うんうん、リラックスだよねって思ってラベンダーって見て嗅ぐと、うん、頭で考えちゃうから、うん、もう違った答えになっちゃうんですね。私ラベンダー好きな、ラベンダーいつも嗅いでますって言って、うんうん、嫌な香りで選んだする人って多い結構、うん、ラベンダー選んじゃったよみたいな。そう、なんかあれみたいな。で、そう、ラベンダー好きなのに嫌いっていう人もいるし、その時、うんうん、だから頭でやっぱ人って選んじゃうから。結構盛り上がってきたんですけどね、はい、もう結構中盤まで来てるので一旦はやCM 挟みたいと思います、はい。南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか？那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りの悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。 Q
健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨モティエ当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。むくみ取り耳ぐすいラジオぐすらじむせていきましたね、ということで今日のメニューは、はい、アロマって何、アロマって何ということで、ね、アザーズ先生がすごくすごい濃い時間が流れてますけど、ね、自分たちの最初の漠然としたアロマがすごい濃いさげられて、うんね、本格的になってまいりますね。面白い。なんかもう結構ねアロマのことを話してもらったんですけど、実際何ですかね、サロンやられてるんでしたっけ、うん、実際わざわざそういうのをどういった風に、まあ、活用してっていうか治療っていうんですかね、なんかどういったので活用してるんですか。まあ、医療従事者じゃないし、うん、お医者さんじゃないので当たり前ですけど、うん、診断は絶対しません、うんうん、であなたはこうですっていうのもないんだけど、あのアロマの使い方って、あのさっき私が言ったように風邪予防に使えたりとか、うん、例えばあのユーカリっていう精油って、うんうん、あのベポラップあ香りと似てるんですよ。ベポラップ使ったことないんですか、シューピー。ない。あのスースーする。スースーする。なんか胸元に塗ったり。うっすらした記憶の中に、あのなんかミント。あの匂いですか。うん、あんな感じ。でベポラップに入ってるのってユーカリの成分が入ってる。はいはいはい。なんかそれって子供の風邪のなんか咳がしんどいとか、喘息の時とか、はいはい、そういう時に植物オイル、原液では使っちゃいけないから、植物オイル、お水には溶けないので、オイルに混ぜて塗るのに使って。で、今日この前の収録に泉崎ファミリー歯科の、ね、由美子先生来てもらって、うんうん、はい、いらっしゃってます。歯医者さんの痛み止めにの成分ってクローブっていう精油と同じだったりするんです。クローブってあのカレーとかに入れたりするスパイスあるじゃないですか。ああ、はい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 。そう、クローブから取れてる精油もあるんですけど。だから私歯痛、歯が痛い時にはクローブの精油使ったりするし、すごい痛み止めに使ったり。これ痛み止めになるんです。へ、直接塗るんですか。これはあのちゃんと薄めて、あ、薄めて、うんうん、そうそうそう、原液はダメ。これあのクローブとか皮膚刺激めっちゃあるから、へ、痛い。すごい、もうお薬代わりですよね。もうそう、本当だから薬、病院は当たり前だけど行ってくださいって言うんですけど、うんうんうん、やっぱりどうしても悪くならないとお薬って使えなかったりとか、うんうん、その手前でケアする方法ってなかなかなかったりするじゃないですか。あーですね。なので、あ、ちょっとなんか風邪ひいたなとか、ちょっとなんかおかしいなとか、お腹が痛いなとか、あとは女の人だったら生理痛がしんどいとか、痛み止め飲むほどじゃないんだけど痛いなとかっていう時には、自分で痛み止め用の分、あの成分の入ったそういう作用があるものをブレンドして自分でお腹に塗り薬塗ったり、プラスで温めると本当になんか痛み止め飲んだ後ぐらいすっきり痛くなくなったりする、そんな変わるんですね。変わる。いや、なるべくお薬はね使いたくないですもんね。ね、うん、あ、よく言ってるのはそういう風に、うんと、お薬使うほどではないんだけど、それ以外の選択肢を持てるようになるように、うん、あのカウンセリングしながら、うんうん、その用途に合わせて一緒にレシピを考えて、うん、ブレンドして作って持って帰ってもらって活用してもらったりだとか、あ、なるほど、うん、そういうこともやってたり、うん、あとはその施術、トリートメントをやったりするんですけど、あの温めながら温活も入って、あ、トリートメントの時はどうやって活用するトリートメントの時はさっきも言ったように40種類ぐらいあるんですけど、その中から自分のその嗅覚で直感で香りを選んでもらって、はい、その人に必要なオイルを全部ブレンドして、それでトリートメントするんです。でやっぱり自律神経が整ったりとか、うんうん、あのその人に必要なものでブレンドしてるので体が変わるのも早いし、うんうん、自分に必要な香りなので、その時はあの抜群にやっぱりわー、いい香りって、気持ちよさそう。そう、なんかあんま、私あんまり聞き、あのこの施術とかアロマ
オイルでやられたことはないんですけど、よく聞くのがなんかこのアロマの匂いが合わないっていうのすごい聞くんですよ。でなんかもう自分でも施術は好きなんだけど、自分で持ってってそれをやってもらったのっていう人すごく聞くんですよ。へえ、そうそう、そうだからなんか別抜群誰にでも合うオイルってないっていうことですよ。あ、なるほど、万人受けはないと。そうそうそうティートリーとか殺菌とか風邪にいいんでしょうとかって、いやそれいい香りに感じるか感じないか人それぞれだし、うんうんうん、あの嫌いなことに香りにも意味があるから、あやっぱり拒否する、それはサインであるんだ、うん、そうそう、うん、精神的な潜在意識的に拒否する理由があったり、うん、わざわざ嫌だと思うもの無理に使う必要ないから、うんうん、なんか自分何でもそうですけど自分に合ったものを使うのが一番いいよっていうのは、まあ、専門家だからできることかもしれないですね。うんうん、さっきブレンドって言ったんですけど、うん、これ何個もブレンドしていいものですか、うん、アロマって、うんうん、そうそう、全然大丈夫、アロマはブレンドした方がいいです。あ、した方がいい、した方がいいんですか、した方がいい、あ、そうなんですか、そうそうそう、まあ、お薬とかだったら飲み合わせとかいろいろあるけど、うんうん、ありますよね、アロマっていうのはそれぞれのいろんな一本にもいろんな成分が入ってるんだけど、うん、それぞれの香りのをブレンドしていいとこ取りできる。へーそうそうそう、まあもちろんあの相性のいい香りとかはもちろんあるんですけど、うんうん、とかなんかトップノートとかミドルノートとかベースノートとかっていう、はいはい、香水を作ったりするときには香りが飛びやすいものと、はい、残りやすいものとあったりするので、それをバランスよくブレンドして香りの持ちが良くしたりとか、うんうん、そういうことももちろんできたりします。へー、香りの中でもそういうのがあるんですね、飛びやすい、そう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 、残りやすい、うん、へー、本当はじゃあもうボトルを何個かあって今日はこの匂いって言って今日は頑張りたいからこれってシュッシュッってするのが一番良さそうですよね。そうですね、1種類じゃなくて、だからいくつか、だから好きな香りを3種類ぐらいなんか持っといて、うんうん、なんか嗅ぎ比べて、うん、今日はこっちとこっちが好きだからって言って好きな香りをちょっと多めにしたり、へー、でなんかそう、あの植物オイルとか持ってない人の方が多いので、そういう人は、うん、あのティッシュに垂らして持ち歩くだけでもいいですよ。あ、そんな感じでいいんですか。でみんなディフューザーって言ってあの香りを炊くやつを持ってないと使えないと思ってる思います、めっちゃ思いました。そう、あれ全然なくていい、あんなのなくていい、管理がめんどくさいから、そう、あれ掃除するのが大変なんですよでしょ、そうカビ生えたりとかさ、そうカビ生えちゃう、持ってるんですか、持ってますよ、持ってますよ、そうですか意外にね、みんな持ってる、意外に持ってますよね、めんどくさい、めんどくさい、なんかディフューザー使ってなくてもいいよっていうので、うんうん、ティッシュにハンカチとか、へえ、カバンに入れておいたりとか、あとはなんか名刺とかになんか紙に垂らして財布に入れておいたりとか、あ、財布に、うん、まずはなんかこう香りを取り入れてみる、うんうん、っていうのは結構簡単にできるので、へー、このあずあずディフューザーにこのさっき言ってたアロマとか直接垂らしちゃって、うんうん、この回したりとかして嗅ぐのは別にいいんですか、それは全然いいですよ、でまあ、それ結構ね一日中炊いてたりする人もいるじゃないですか、うんうん、あ、はいはい、実はあんまり良くない、あ、そうなんですか、そう、へー、あのね香りがしなくなるってみんな言うのよ、あ、うんうんうん、しなくなるでしょ、はい、なります、なります、であとお店とかでは一日中炊いてるじゃん、炊いてます、炊いてます、でしょ、はい、うん、だけど嗅覚って実は疲れやすい期間で、なるほど、そうそうそう、へー、だからなんかね10分15分ぐらいすると分かんなくなるのよ鼻って、あ、だけどあのまあ10分か15分ぐらいちょっとしばらく炊いといたらあとはもう 2,3 時間そのままで、うーん、いいんですけど、はいはい、ちゃんと分かんなくなってても嗅覚からきちんと香りって脳に届いてるのでそれでいい、じゃあもうそほんのちょっと嗅ぐだけで、うんうん、別にずっとやってるとお鼻疲れちゃうから、うん、私やっぱり、まあ、例えばだけど子供がいる人とか風邪予防のためにってずっと炊いてたりする人もいるけど、はい、やっぱり体にとって何でも過ぎるのは良くない、あ、そうですね、しやっぱり子供がいるからこそ過敏になっていろんなことケアしたいと思うけど、うんうん、体がちっちゃい子供の方がやっぱり影響って受けやすかったりとかするの でやっぱり声優によっても例えば元気になる声優もあれば落ち着く声優もあるし、うんうん、例えばペッパーミントとかスースーして気持ちいいじゃないですか、うんうん、気持ちいいです、であれってすごいなんか目が覚める香り、うんうん、はいはいはい、すっきりするってイメージが、うんうん、だけどあんまり炊いてたりすると夜眠れなくなる人もいるし、
逆効果、なんかリラックスするってイメージが、アロマイコールリラックスって、そうそうそう、そんなイメージなっちゃう、なっちゃう、タイトイってそれでなんかいい効果が出れるのかなっていう、ではなかったです、そうではないですね。私あのペパミントって3歳未満は使わない方がいいって言われてるの。あ、そうなんですか。なんでかっていうと神経毒性がある成分が入ってるから。へー、だから転換の人とかはダメだったり、うんうん、3歳未満とか妊婦さんとかの人は使わないでねっていう。そう、あのこう妊婦さんってキーワードが出てたじゃないですか、うんうん、はい、だからアロマは妊婦さんってできるのってよく聞くんですけど、成分によります。で基本的にアロマは自己責任で使ってくださいねっていうのが、うんうん、あの共通の認識で、うん、なので、例えば初期の人は使っていいかって聞かれたらやめといた方がいいと思うという。あ、なるほど。何が影響するか分かんないか、うん、それだけ成分が対応っていうことですよね。あ、そうですよね、うん、何が起きてもおかしくないってことですよね、うん、そんななんか怖いものじゃないので知識があればもちろん選べるんだけど、うんうんうん、中には妊婦さんとかが使っちゃいけないもの、堕胎作用があったりとかするものもあるので、へそう、これどうやって選べばいいんですか。だってなんかよく分かんないじゃないですか。まあでもあのプロが横にいるじゃないですか。また失礼なシューピーの見るのはいい。何かあればね、アザー先生に相談すればってあるんですけど、うん、あの誰でも買える本だったら私このアロマテラピーの教科書って結構見やすいから、いろんな人に調べて勧めてる。で、すごいいい本が、そうそう、アロマテラピーの、まあ、YouTube の方ではね、これね、いろんなあのクラフトの仕方も持ってるし、載ってるし、そう、注意書きとかね、うんうん、そういうところにもだこういう人は使わないでくださいとか、はい、皮膚刺激がありますよとか、うん、妊娠中は避けてくださいねとかにもきちんと書いてあるので、あ、そう、意外になんかこう万人が使えるって認識ないですか、アロマって。こう別に妊婦さんでもなんか知らない人って結構多いなって思うんですよね、うんうんうん、確かに、ね、知らないですね。気軽にやっぱ手に入る分、ね、うん、なんかそのリスク管理がちょっとできない人が多いっていうか、そうね、だから、うん、いいものいいものって言ってもデメリットがないものって世の中にないので、ね、まあ、あのでも、まあ、今いろいろ言ってるけど、うんうん、香りを嗅ぐ程度だったらそんなに大きな原因、あ、大きななんかこうトラブルがあるわけではないと思う、うんうん、香りをね楽しむ程度だったら、うん、うんうんうん、いいと思います。そっか、なるほどね、うん、なんか難しいですね。なんかでもなんかさっき口の中に塗るってやったじゃないですか、うんうん、入れてもいいもんなんですね、口の中。知識がないんだったらやめてくださ い, っていう。あ、これもやめた方がいい、うんうん、これは私があの痛み止め飲むよりはクローブで対応しようかなみたいな。うん、歯医者さん行けないし抗生物質とか飲んだりとかして炎症を抑えられないからとりあえずクローブ塗って痛み止めとこうかなみたいな対処療法 で,、うん、で成分が例えば農薬が入ってないとかあのクオリティがちゃんとしてるものっていうのが分かって使ってるから。うーん、なのでやっぱプロだからできることでもありますね。なのでなんか例えば飲んでいいよとか、これは成分がいいから飲んでいいよとか、品質が高いからいいよっていうものはあのないと思ってください。うん、飲用はダメ、うん、そういう活用方法もあるけど飲用はいけません。あ、アロマを飲む、アロマを飲む、アロマを精油を飲む、これは飲んでいいよものだよって言われても飲まないでください。うんうんうん、なんでかっていうと、まあ、いろんな理由があるんですけど、まあ、そもそも刺激物なので精油って、うんうんうん、粘膜でしょ、はい、それを例えば毎日飲み物に入れて飲む、で、うんうん、お水には溶けません。うん、でそれを飲むってことは粘膜についたりして荒れたりとか、うん、で体ってやっぱりデトックス、いらないものとか人工的なものを排出するのは肝臓に負担がかかるんですよ、はいはい、そういう意味でもなんか飲む意味はどうやって言う感じ、ないですね、そうそうそう、いや別になんか例えばねレモンをお水 に垂らして飲んだらいいよってよく 言われるんですけど、うんうん、なえレモン汁じゃダメなの確かに、なんでアロマを飲むの、ね、うん、そうですよね。でそれってトラブルの元になるけど、うんうん、まあいいんだよいいんだよっていう一つはいいって言われるんだけど、ちゃんと危険性とかデメリットを説明できないできる人から話を聞いた方がいいと思います。うん、うん、なのであのアロマ飲まない、はい、これはもう言いたいこと。アロマは知識がないんだったらそれ分かんないことはしないっていうことですね。トラブルのもとです。やっぱそれで相談が来たりすることもある。あ、そうなんですね、はい、へ、アレルギーが出たとかね、はいはい、それでアレルギーになっちゃった人もいれば、なんか
必ずしもこれが原因だけではないけどね、まあいろいろね。はい。本当にいろいろためになる話がということで、まあちょっと、まあ、一旦ね CM 行きたいと思います。脳卒中肩麻痺専門サロンティーグスイ、サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りの悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。むくみ取り、耳薬ラジオ、ぐすらじということで、もうあの話もう番組後半っていうかもう終盤ですね、はい、50分過ぎてます。おお早い。結構すごい深い話、聞いてみたいことはいろいろ聞けてますかって聞くのおかしいけど、いやだいぶ聞けました。そうですね、聞けてます、ね。でも自分はアロマをあんまり使ったことない、うんうん、そうそう、なんか男性的にはそう、うん、アロマってなんかどういう風に、うん、まあ、どういう風に使った方がいいのかなっていうかあ、使い方そうそう、もう使い方から、あ、なるほどなるほど、そうそう、はいはい、いやまずもう一番初めはあの雑貨屋さんに行って、さっき言ったあの最低限チェックする項目はチェックした上で、うんうん、自分の好きな香りを1本買って、うんうんうん、ティッシュに垂らして持ち歩くっていうのからでいいと思います。あ、へー、ただそれだけ。すぐできそうですね。すぐできそう。そう、すぐできそうですね。で、好きな香りだから、うん、自分の体に必要なものだからさ、うんうん、あのそれを持ち歩いて、例えばなんか落ち込んだ時とか、うん、イライラしたりとか、うん、気持ちを切り替えが必要だなと思った時にはこの香りを嗅ぐ、うん、おー、なるほど。そうすると自然と落ち着いてくるのよ、うん、へー、うんうん、やっぱ嗅覚ってすごいですね、うん、なんかそこから掘り下げていくとすごくつながりそう、いろんなのに。あーねー、すごいですよ ね。でも快楽って刺激です、まずすごいですよね、脳に与えていくってね、いろんなホルモンを出したりとかね、うん、そういう考えたらすごいアロマって自分も興味はすごくあるな、うん、なので男の人ほど必要なこと多いんじゃないのかなって思ったり。あー、確かにそうですかね、うんうん、女の人はだって喋って発散することとかできたりするし、頼るべきものとか、うんうん、いろんな方法があるけど、うん、男の人ってなかなか吐き出せない、相談できない、自分を出せない。あのアロマは誰にとっても味方になってくれるから、本当に心の支えになるし、行動を変えたりとか前向きに使うこともできるし、いろんな使い方ができます。そうだ、なんかでもなんか女性が使ってるイメージが強くて、うんうんうん、あんま手に取りにくいじゃないですけどなんかそういうのもちょっとあったりするなと思って、まあ、ネットで買ってみたら。ネットで、うんうん、あ、個人的にはプラナロムっていうところの精油がおすすめです、うん、成分的にもね、成分的に、はい、まあ、はい、あ、さあ、あ、メッセージ来てますよ。あ、メッセージ、しかもちょっとシュッピー読んで。え、メッセージ来てますかはい、ラジオネームですね、
声低いシューピーにフォームが来た完全に自分宛てのメッセージもうラジオネームがメッセージですね。ファンレターが来た。ファンレターですね。でもせんべろちょうだいって最後書いてる、はい、おそう、スポンサー様のチュンチュードミズヤブサツ様からですね、うん、各週でせんべろチケットをプレゼントしておりまして今日、はい、せんべろ、はい、プレゼントの週なんです。あ、だったんですね。そうですよ。ということはあの今来られた声低い周辺もういつもきっと聞いてるでしょ、はい、聞いてる方にじゃあせんべろプレゼントということで声低いシューピーのポエムが聞きたいさんに、はい、チュンチュンドウィズヤブサチ様のせんべろチケットプレゼントです。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。またあのね、メールアドレスの方に送らせていただきますので、はい、お待ちください。ということで番組 もう終わりということで、あっという間でした ね、すぐ終わっちゃいました。はい、なんかもうね、でもお話を聞いてね、あずあずのサロンにぜひ皆さん行っていただきたい、ね、サロン場所どちらでしょう、はい、ね、そう那覇のメカル、那覇のメカル、うんうん、メカルのどこら辺にあるんですか、ね、メカル庁舎が近いんですけど、あ、はいはい、温活アロマ沖縄で検索するかノーミアズサで検索するといろいろ出てくるので、うん、ぜひちょっと調べて一度トリートメントも受けに来てください。もう最高よ最高、私がやってほしいたまにね自分で受けたくなりますよ ね、はい、なのでぜひ、遊びに来てください。はい、わかりました。この番組は泉崎ファミリー歯科、チュンチュンドウィズヤブサチ、沖縄肩増し専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしました。あっという間の1時間でしたけれども、はい、お付き合いいただいてありがとうございます。はい、耳ぐすいラジオ、あずあずことノーメアズサと、はい、専属コックのシューピーと気まぐれバリスタアイでお送りしました。また来週もお楽しみに、はい、またね、また来週。